するけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけりゃシンドバッド、いつかはそいつも思い出さ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いて出る。どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。国はいいだろ。はい、そりゃとても。一人で喜んじゃってそんなに嬉しいのかしら。シンドバッド。はい、何でしょう。ここまで案内してくれれば、あとはもうわしらだけでバグダッド王のもとへ贈り物を届けられる。君は一刻も早く両親に無事な姿を見せてあげなさい。はい、ありがとうございます。じゃあさよなら。待ってよ。どっかへ出かけてんのかな。せっかく僕が帰ってきたのに。よし、戻ってきたら脅かしてやろうっと。ほらほら、やだ。どうするの。どうやってうちに入るか考えてるんだ。あ、そうだ。さてと、こうやって石を縛って
すごく怒られたんだ。だな。あ、ここはお父さんの部屋だったけど、家具も何にもないわね。他見てみよう。料理を作ってくれたんだ。どうしたんだろう、お父さん、お母さん。心配して、それで僕の父さんや母さんは、それが、その困ったな俺。どうしたんだハッサン。それがタード、お父さんお母さんは留守に何か。それが実はシンドバッド様が遭難したという知らせを聞いて、家や財産を売り払い、そのお金で船を買い、あなたを探しに出かけたのです。ええー、うん。そして君を探しに出かけた二人の船は嵐に出会って沈んだんだ。沈んだ。なあ、元気出せよ。いつまでもそんなメソメソしてると父さん母さん喜ばないよ。それに
お前の父さんはバクダッド一番の商人だっただろう。そんなことじゃ世界一の商人になれないじゃないか。お前も父さんに負けない立派な人になんなくちゃね。お父さん、お母さん、金貨や宝石を元手にして海の向こうでこの何倍ものお金にして僕の家を買い戻すんだ。うん、そう来なくちゃ。こうして次の朝、シンドバッドは再びサランジブへ帰る船に乗せてもらうことになりました。シンドバッド頑張るよ。ハッサン、きっと立派な商人になってくるからね。さようなら、シンドバッド。さようなら、ハッサン。そうだな、天気もいいし波も穏やかだからこの分だと3、4日でサランジブだ。わーい、わーい、ほんと3、4日でつけるの。他に何も起こらなければな。起こりっこないよ、こんなに海は静かなんだもん。船みたいだ。シエラどこ行くの？私見てくるわ。こうして生き残ったシンドバッドたちは海賊の捕虜になってしまいました。
なもんでええやろ。わしはお前たちを一人当たり象牙三本分で買ったんだ。わしは象牙商人だ。これからわしの言うことは何でも聞くんだ。いいか、お前たちは明日から象狩りをやるんだ。いいな。え、象狩り。もし自由になりたかったら一人五頭の象を捕まえることだ。わかったな。シンドバッドの合図を待って攻撃の用意だ。いいな。よし。ゾウが こんなに大きいなんて知らなかった、大きいでしょ、怖いでしょ。ゾウ狩りなんかやめて今のうちに逃げましょうよ。でもサランジムの人たちがいるんだ。みんな自由になるためには僕がやるしかないんだ。終わったんですか。え、何寝ぼけてんのよ。ねえ、何言ってんの。あ、ゾウだ。あれ、ねえねえ、なんか様子が変よ。死んだのかな。シェラ、この象を助けてやろうよ。象一頭じゃ自由になれるわけないもの。そうね、じゃあ私傷に効く薬草を探してくるわ。頼むよ。シンドバッドはシェラの持ってきた薬草を象の傷に塗ってやりました。助けられた象はシンドバッドを背中に乗せて一体どこへ行くのでしょう。Thank you.
魔だわ。うわー、ゾウさんありがとう。うわー、これで自由になれるぞ。僕は大金持ちだ。バグダッドに帰れるんだ。面白くもない、シンドバッドを失って一頭も倒せず全くだらしのない奴らだ。いいか、明日こそゾウを倒すんだぞ。その必要はありません。シンドバッド、象牙の山を見つけたんです。何、象牙の山？その証拠にここに一本だけ運んできました。でかしたぞ。よし、象牙の山へ出発だ。あー、ちょっと待ってください。それには条件があります。条件じゃと？まあいい、行ってみろ。まずこれからは絶対に象を殺さないこと。いいだろう、象牙の山さえ分かれば何も危ない象狩りなどすることはないからな。次に僕たちを自由にしてくれること。約束通りだ。一人象牙5等分以上ありさえすれば全員自由にしてやる。シンドバッド、シンドバッド、うわー、うわー、うわー、しゃい、うわー、しゃい、余った分の象牙を僕から買ってください。残りの分を買えたと？お前はわしの奴隷なんだ。一人五等分さえ渡せば自由の身なんでしょ。奴隷を雇って危ない象狩りなんかするより安くつきますよ。負けたよ、シンドバッド。ドキドキワクワクするけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけりゃシンドバッド、いつかはそいつも思い出さ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いてる。どうやらシンドバッドも一人前の商人になれそうね。知らない世界で僕を呼ぶのは、呼ぶのは誰だ。どこか知らない、知らない世界で僕を呼ぶのは、呼ぶのは誰だ。Thank you.